さあ、始まりました。もちチャンネル。さあですね、藤川さんが英検3級受験したんですけども、はい、まあ、なかなか撮影にやってこなくてね、8時に撮影の予定がもう9時になるんですけども、はい、やっと戻ってきたらしいので、はい、つなぎたいと思いますね。はい、英検3級ですね、SCBT で受験しました。まあ、どんな感じだったのかを聞いて、あとまあ一応ね、再現回答はもらっているんですけど、本当にこうだったのかわかんないですが、はい、とりあえずその辺のこともね、聞いてみたいと思います。さあ、来るかな。はい、ということで来ました。一体何があったんだっていうね8時って言ったのに、ちょっとあの電車で寝てて、うん、降りちゃうな電車の中で寝ちゃって、うん、いや寝過ごしたじゃないの、それこそ寝過ごしたのか。はい、もう今英検3級を SCBT で受けたということでですね、はい、そちらをまあどうだったのかっていうのをですね、見ていきたいんですけども、そうだ、新形式だったんだもんね。そう、ライティングが2つになってんだよね、そういえば。はい、対策はしてたの？あ、やってました、うん、じゃあ両方の形式の対策はしてたわけですね。じゃあ、はい、聞きますが、どうでした、全体的な感想は。全体的な感想、うん、そうですね、が、うん、どうだろう、どうだろう、英検3級ですよ。まあ多分できたんじゃないかなって思います。じゃあリーディングはどうでした。まずリーディング、うん、あの問題集やってたんですけど、うん、過問題集や、うん、あ、なんだ、うん、ちゃんとやってたんで、うん、あのちゃんとやってたんでなんとかできたかな。で、単語は、単語、あ、はい、簡単だった。知らない単語はいくつかでも出てきました。中学生の単語なのに。はい、で、読解はどうだった。あ、長文、長文短いけどね、3級だから。はい、え、短いっすか、あれ結構長い。3級だよ、3級だよ。はい、まあ、あれはできたの、それ読めましたか。あ、読みました。内容は簡単でしたか。はい、共通テストよりは簡単。そりゃそうだ、当たり前だわ。中学生のものと大学入試を比べるんじゃない。あ、だから言っとくけど、そう、いろんな人がさ、てんちゃんは3級も受からない、5級だとかって言ってんだけどさ、いや俺思ってないからね、3級は受かるだろうと思ってるからね、ちなみに。はい、リスニングはどうでした。あ、リスニングは、はい、うん、左に聞こえないけど多分できてた。そう、出た、難聴。え、だってこれでしょ、ヘッドホンするじゃん。ヘッドホンなんで、左耳でも本当に聞こえないんですよ。なんで右耳だけで勝負しないといけないんで。でもだってさ、両方に流れるから、あれさ、別にこう右で一人の人、左で一人の人とかじゃないからさ、両方の音が流れるから、まあそれは大丈夫だと思うんで。だから内容的にはどうでした、会話とかさ、絵とかさ。リスニングですよね、うん、最初絵の問題だよね。はい、絵の問題が10題あって、うん、なんかあれも、はい、簡単でした。なんか、うん、会話、うん、そうそうそう、一つ目会話で適切ななんか、うん、続きの会話を当てはめるみたいな、うん、まあできたと。スピーキングはよい、あのほら面接のやったけどさ、あんな感じじゃないよね、まさかね。スピーキングはあの河合先生とめっちゃ対策して、ああそうなんだ、あの結構しごかれて、うん、できたんですよ。いや、でこれでできなかったら河合先生のめっちゃネガキャンだからね。ちょっと、あちゃんとあのね、絵のね、描写とかね、もう同じパターンばっかりだし、出題されるので、質疑応答のやつもさ、一文で答えればいいだけだからさ、めちゃめちゃ簡単だから、いやもうできてくれてないと困るんだけど、質問が、うん、まず好きな食べ物は何か。めっちゃ簡単やん、めちゃめちゃ簡単じゃん。I like sushi って言いました。 I like sushi、 おー、なるほど、はい、 I like favorite 寿司やだっけ。 favorite 寿司、あ、違う、famous 寿司。何言ってんの。 favorite は一番好きなんですよ。 favorite 寿司だったら一番好きな寿司はになっちゃいます。まあいいや、まあ、I like 寿司って言いました。それでいいです、はい、 I like 寿司で構いません。で、他と、で、うん、英語の勉強は好きですか、うん、で、イエスノーで答えて、まあ、イエスで答えたら、うん、why って言われて、そうだね、うん、まあ、理由って言って、理由は何でもないな、I like speak English って言いました。また間違ってる。はい、また間違ったよ。はい、さあ、さあ、まあまあまあ、それがね、ライティングにも現れてるんで、はい、ライティング送ってもらいましたけど、はい、はい、
まず最初が E メールだったわけですね。 E メールの返事、はい、で写真を撮るのが好きかって言われてるってことこれは。あ、そうです、うん、で好きか E メールで言われてて、うん、はい、ジェームズが送ってきて、でどうやって写真を撮るかってこと。はい、あ、どうやってっていうか、うん、どのくらい前から、あー、どのくらい前から、写真を撮り始めて、うん、で何で写真を撮ってるか、撮ってるか、うんうんうん、なるほど。携帯で撮ってるのかカメラで撮ってるのか、うん、はい、っていうやつね。はい、じゃあ見てみましょうか。まず最初、 Hi James, thank you for your email ですね。 Thank you for email じゃないですね。 Thank you for your email ですね。これとかは型でもう覚えておかなきゃダメですよ。 Thank you for email って、うん、なんて書いたっけ。 Thank you for your email ですね、はい、普通は。あ、はい、で、I like taking picture. いや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 。え、だってさ、元の英文に写真撮るの好きかってあるんじゃないの。はい、書いてあります。うん、だってこれ元の英文と合ってないでしょ、これ。絶対。taking picture じゃないですよ。写真撮るって taking? ちょっと待ってください。見てるやつ違った。はい、taking picture。taking picture じゃなくて taking? pictures? そうですね。S が必要です。で次の I start taking picture recently、 何が違うか分かりますか。 start ed、 そうですね、そう started ですね、過去ですよ。何、指に何つけとんなんだその、指にテーピングみたいなのついてI started taking pictures recently ですね。で次がやっぱ一番問題ですね。 I'm use a cameraどういうことですか。 I'm use って using? I'm using、 あ、まあ、I'm using でもいいけど、まあ、そしたら今使ってる I use ですよ。これは単なる一般動詞の現在形使わないといけない。 I use ですね。 I use a camera and a smartphone、 まあまあまあ、 a スマートフォンか、まあまあ、 a が頭についてるから、まあ、後ろはなくても大丈夫ですけど、 I use ですね。 use が絶対必要です。はい、はい、あ、このまあだから I'm っていうのをつけちゃダメですね、はい、B 動詞と一般動詞両方使うのはダメです。これはまあよくやる人多い、まあ上の級でやる人でもライティングできない人これやっちゃう人多いですね。だからなんていうか B 動詞をもう和だと思っちゃう人が多くて、思ってます。そういうのを人はよくこういう間違いします。で2つ目はエッセイですけど、エッセイはどういうトピックだったかっていうと、2つ目は家でご飯、家で、うん、あのご飯食べるのが好きか、それともレストランで食べるのが好きか、うんうん、なるほど。で I like to eating at home。 言ったじゃんこれ、超過さんに言われてなかったこれ、英検のやつで言われてたでしょ。もともとだからさっきみたいに I like speak って言っちゃってたんですよ、うん、I like speak、 I like eat、 それだと動詞が2個並んじゃう。でそれをどう変えなきゃいけないかっていうと、あ、そっか、動詞が2つ並んで何なの。これは並んでないじゃん、並んでないけど間違ってますね、はい、何がどう間違ってるかわかりますか。 I like to eat at home、 そう、 I like to eat にするか I like eating のどっちかですね。だから to と ing 混ぜちゃってるわけですよ。はい、I like to eat とか I like eating のどっちかです。 to をつけちゃダメだ、まあ、だからどっちか余分なんですよ、2つついちゃってるわけで、はい、to か ing かどっちかしか使えないのに、 to 不定詞か同名詞か使えないのに両方使っちゃってますね、はい、うん、で there are two reasons、 まあ、I have two reasons の方がまあいいかな。 there are two reasons だと後ろにちょっとつけてほしいな、はい、reasons for that とかね。で the first is because、 もうこれも言ったじゃん、超過さんが言ってたじゃん、何を見たんだよあの動画。動画見てないの、超過さんが直してたやつ。 the first is that I like cooking ですね。 the first is because ってどういう意味よこれ。一つ目の理由は、いや分かるよそんなの、 because を取らなきゃダメですね。そうだから、The first is I like cooking my butt。 そう、それの方がいいです。だもちろん言う人はいるんだけどね、 The first reason is because I like cooking って言う人はいます。だからもしかしたら英検の人もそうだとね、あなたが難しい構文を使ったと勘違いして、ただ単に間違ってるだけなんだけど、間違ってるんじゃなくてすごい難しい構文を使ったと思って丸にしてくれるかもしれませんし、いやいやこれは間違いでしょって言って判断して罰にする可能性もね、もう採点官次第です。
だから3級で採点官わざわざネイティブとかいないから、普通に考えて、はい、3級は日本、そう、日本人の真面目な英語の先生がやってることが多いと思うから罰にすんじゃないかなと個人的には思います。The second is because I don't want to go outside. これもそうですね。The second is that I don't want to go outside. だったら OK。で、because を入れちゃダメだ。うん、でもまあ、The second reason is because っていう人もいるから、reason が省略されてて、because を使うネイティブもいるから OK とするんだったら大丈夫ですけど、まあ、厳しい人で、はい、いや、これは言い方間違ってるよっていうんだったら減点されるって感じですね。まあ、とにかく圧倒的にだから一番の問題は、I like to eating です。これが。最も大きな間違い。はい、I'm user camera and smartphone と I like to eating がでかい間違いか。あと I started とか ED ですね。はい、そこが ED と pictures の S ですね。まあ、そこが減点されるでしょうって感じですね。はい、さあ。後から書いて気づくんですよね。まあわかんない。本番本当にこう書いてたかもわかんないし、もっとひどい風に書いてたかもしれないからね。まあ。え、ライティングはやったの？いろいろ。あ、ライティングも。はい、やりました。講義を受けてスパルタでやってもらったんですか？はい。いやいやいや、はいじゃねえ。はいだったらできなきゃダメだろ。昨日、河合先生にめっちゃ言われました。めっちゃ言われたのにできてないでしょ、絶対この形。ちょっと河合先生にこれ送っとくからね、もう。どういうことだっつって。どういうことだ、河合先生っつって。めっちゃ怒られました。いや、ちゃんと書いたらしい英文ですと送っておきます。はい。また河合先生ブチギレもんかもしれませんああ、なるほどね。これがやったやつね。そう、だから I like energy。 ほらほら、セカンドの後に because 使うんだって書かれてるじゃん。そう、書かれてるじゃん。おー、ちゃんと言われてるじゃんということでございます。しっかり言われてました。はい、これ結果結構時間かかんだっけ？ SCBT もなんか 2、3 週間って調べたら書いてありました。うん、時間かかっよね、これね。3級なんてもっとすぐ分かると思ったら、まあ分かりました。普通の英検はどれぐらいかかるんですか？結構かかるよ。もう1ヶ月ぐらい。あ、普通の英検はそもそもあの別問だから、ほらスピーキングと分かれてるから。ああ、一次試験でまず数週間あって、でその後二次試験で、これ SCBT なんで、まとめてなんでね。はい、ということでございました。ではでは、いよいよ来週はトイックですんで、また来週。はい、はい、ありがとうございます。はい、 Thank you for watching。